はい、こんにちは、坂内でございます。au、ソフトバンク、ドコモですね。それで半年間使ってですね、格安 SIM にした場合とですね、最初から SIM フリーのこのモデルですね、を買ってですね、格安 SIM を入れた場合、どっちが得なんでしょうか、という話です。自分がですね、この iPhone7 を使い始めてですね、一月半ぐらい経ったんですけども、フリーテルの格安 SIM ですね、を入れてですね、使っていて、料金がですね、先月丸々1ヶ月使ってですね、2892円だったんですよね。すごい安いんで、みんなにね、その話をしていたんですけども、ちょうどですね、今、ソフトバンクの iPhone6 を使っている子がいてですね、その子が7に変えるということで、そこでどんな感じになるのかという形でですね、相談を受けてですね、ちょっとそれをまとめたものをここで話をします。意外と面白い結果が出たんですけども、調べたのがですね、これですね、1番、au でですね、2年間使った時の料金ですね、2年間の料金。で、2番がですね、au で半年使って、そこで SIM フリーにしてですね、それで、格安 SIM を入れて使った場合の料金。で、もう1個ですね、1年間使った場合も調べてみました。あとですね、最初から、格安 SIM を入れて使った場合の2年間の料金ですね、これを調べてみました。まず au で2年間使った時いくらぐらいかかるかですね。これがこの表です。まず機種代金ですね。これ3780円かかります。それでですね、毎月割りというのが出ますので2850円引かれます。で、機種代の負担金、実質の負担金というのはですから1335円ですね、1ヶ月ですね。結構引かれますよね。それで電話代がですね、話し放題を入れたとしてですね、2700円。データ5ギガ、5000円、インターネットの接続料金、300円、ここは一応こんな感じで設定しました。それと合計8930円でですね、あと保証ですね、Apple Care、入れた場合が9530円です。で、これ au の場合はですね、保証を入れた場合ですね、半年後に SIM フリーに変えると au が1回解約になっちゃうんで、この場合保証も解約になっちゃうらしいんですね、 Apple Care がですね。ですからもう最初から本当に SIM フリーにするのであればですね、保証は減らないで後で Apple Care の保証を入れるのがいいと思います。それで2年間で払う合計9530円の2年間24ヶ月で22万8720円ですね。この値段がかかるわけです。ではですね、au で半年使ってですね、半年後に格安 SIM に乗り換えた場合の2年間の料金がですね、どんなぐらいかかるかというと、半年後にまず au を解約した時にかかる費用ですね、これがですね、au の解約金が1万円かかります。で、au の機種代の残り、この3780円ですね、の残りなんですけども、 au で使っていればこの毎月割が発生しますけれども、当然これは発生しないんで、この3780円残り18ヶ月分ですね、払いますと6万8040円になります。電話番号ですね、 au から格安 SIM に移行する事務手数料ですね、同じ電話番号そのままですね、 MNP ですね、それで変更しますので、その事務手数料がかかります。 au の方に3000円、格安 SIM の方に3000円払います。それと8万4040円かかるわけです。それで半年経ってですね、 au の iPhone 解約して格安 SIM、 この場合フリーテル、私が使っている関係でそれで調べてありますけれども、それに変えた場合ですね、通信料が5ギガ定額があります。その場合とですね、3ギガ定額の場合があるんで、まあ、その他にもあるんですけども、とりあえず5ギガ3ギガで調べてみました。で、5ギガ定額の場合がですね、この一番下にあるんですけども、格安 SIM は5ギガ定額を使った場合はですね、2220円なんですね。で、あと電話料を1000円使ったとして3220円で計算しました。それで2年間でかかる料金がですね、上のこの解約した時にかかる費用ですね、この8万4040円と、あと au で半年使ってますから9530円の6ヶ月5万7180円ですね。で、格安 SIM で18ヶ月使いますので、3220円の18ヶ月、5万7960円。これ面白いですね。半年使った時の料金と、
1年半ですね、18ヶ月使った時の料金がですね、ほとんど同じなんですね。でこれの合計がですね、19万9180円になります。3ギガぐらいしか使わない場合ですね、まあ一般的にはここら辺しか使わないみたいなんですけども、先ほどのですね、解約時にかかる料金ですね、8万4040円と、3ギガの場合はですね、プランが1600円で済みますので、それに電話代1000円として2600円の、18ヶ月ですね。そうしますと、au で半年使った料金がですね、5万7180円。それで格安 SIM で18ヶ月使ってですね、4万6080円。その合計がですね、18万7300円となります。これの2年間の比較っていうのはこれなんですけども、5ギガの定額にした場合ですね、これが au で2年間使っている料金です。それから19万9180円を引きますので、2万9540円。まあ、それだけお金が浮くということですね。次にですね、3ギガしか使わない場合ですね、3ギガ定額の場合がですね、同じように引いてですね、ここで、ありますけれども、4万1420円が、浮くわけですね、2年間でですね。じゃあ、今度1年使ってですね、格安SIMにした場合どうかというとですね、またこれですね、2年間 au で使った場合とですね、1年で格安SIMに乗り換えた場合の金額ですけれども、まあ、5ギガにした場合ですね、差額が1万4360円浮くことになります。3ギガの場合はですね、2万1800円浮くことになります。あとですね、この SIM フリーの iPhone を最初から買った時の料金もですね、計算してみました。それがこの表なんですけども、最初から SIM フリーの iPhone7128GB ですね、これを買った場合です。 iPhone7 の 128GB が9万504円です。あと Apple Care Plus に入ってですね、1万5980円で、合計がですね、10万6488円。これは Apple Store で一括で買えますので、最初にこのお金は必要ということですよね。それでですね、格安 SIM で2年間使った場合ですね、まあ、5ギガ定額の場合がですね、2220円で、電話料金1000円足して3220円で計算してですね、2年間、24ヶ月、7万7280円です。あと機種代金ですね、この一番上に先ほど説明した、10万6488円が入りますので、18万3768円ということの形になります。3ギガ定額の場合ですね、その場合は、3ギガの場合は1600円で済みますので、それに電話料金を1000円使ったとして2600円で計算しました。格安SIMを使った場合のですね、2年間の料金がですね、6万2400円。それに機種代が10万6488円で、16万8888円ですね。こんな感じになります。で、この下にですね、au を2年間最初から使って、2年間 au だけで使った場合とですね、最初からですね、SIM フリーの iPhone で格安 SIM で2年間使った場合の比較ですね。まあ、5ギガ定額にした場合がですね、これが au で2年間使った場合ですけども、22万8720円。で、格安 SIM で2年間使った場合ですね、18万3768円。ですので、差額が4万4952円、2年間で浮くわけです。それで、3ギガ定額の場合がですね、3ギガの場合は16万8888円ですので、これの差額がですね、5万9832円という形になります。それでですね、先ほどのですね、au の表とですね、一緒にこれしてあります。もっとこんな感じになるんですけども、1番がですね、au で2年間使った場合と、au で半年使ってですね、SIM フリーにした場合の、2番がですね、au で1年使ってですね、1年後にですね、格安 SIM にした場合、3番がですね、最初から SIM フリーの iPhone を買ってですね、2年間格安 SIM を使った場合がこれです。こんな感じですね。そうすると、まず、au で買った場合ね、半年後にですね、格安 SIM にしてですね、使った方がやっぱお得ですよね。格安 SIM を考えているんであればですね、やはり一番下のですね、最初から Apple Store でですね、SIM フリーを買ってですね、それで格安 SIM を最初から入れて使った方がですね、
こんな感じでお得になるということが分かりました。3ギガぐらいしか使わなければですね、一番下の数字ですけれども約6万円ですね、も2年間で行くという形になります。今日はですね、iPhone のまた格安 SIM のですね、料金の話をしました。今日撮ったビデオをですね、友人にですねちょっと見てもらって、検討してもらおうかと思います。またいろんな動画をですねアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。